や。はい、指導士の方注目してくださいね。スタート地点とは別に今木川さんが立つポジションに遠距離の待機地点の白い丸印が書いてあります。あれは遠距離の待機地点ですからね。指導士の方今指導あの木川さんが行くところ、ここからはあまり見えませんが、あそこに白い丸が書いてありますから遠距離の待機地点です。わかりました。あの第一のテントに出発する立ち位置は2位でございます。Thank you.